どうもこんにちは、特化軍です。本日はですね、佐藤さんが初心に帰ろうよということで、こちらね、ちょっと公園に呼び出されたんですけれども、ちょっといないですね。呼び出されたのはいいんですけどね、初心に帰ろうよってどういうことなんだ。あれ、佐藤さん、誰か誰か。はい、佐藤西ちょっと待って、作業服じゃない？初心に帰ろうということ。いや、それ自衛隊の旧型の服だよね。迷彩服の前の服だったよね、それ。制服ディズニーっていう言葉があるよね。いやいや、初心に帰ろうよって、おめ、自衛隊の昔の制服で待ち合わせされても困るんだ。若い頃これを着てたでしょ。まあ制服っていうか、それ作業服な、これを毎日着てたわけですよ。これ今の人たちわかるのかね。わかんねえな。まあ昔ね、自衛隊ね、作業服、こういう作業服と、今着て、僕ら着ている迷彩服、使い分けてましたけれども。これがオリーブドラム。オーデーですね。まあ、僕らの時がちょうど半々だったからね。僕ら新隊員この服なんですよね。うん、まあだいぶね、昔ということで、ちょっとね、アイロンも甘いところはまああるっちゃあるんですけど、ここはまあ仕方ないね。はい、そこは多めに見てください。はい、まあね、ここに階級書がありましたと。ね。こう、まあピーと。アイロンも。これね、大変なんですよ。入りやすくてね。うん。で、このあれのポイント。あった、懐かしい。あれですね。ここの下です。あ、こっちですね。独特。ここをですね、パタンと折って、ここに、アイロンの線を入れなきゃいけないと。これ線、迷彩服とはちょっと違うんです。大きく違うのはここですね。はい、団体あるんですよ、本当は。あ、団体ね、ここは本当はしなくちゃいけません。ちょっとアイロンね、このね、ここの俺の内側から。懐かしいです、検証の後ろから、はい、あー懐かしい、僕たちの、新隊員時代はね、これであったと。これでしたね。で、汗かいて昼休みに干しといて、午後の訓練始まるとここに塩が吹いてるっていうね人もいたね、汗が乾いて人もいたね塩って大事なんだな。いやそこで、あんだけ出てたらさ、それやっぱ塩大事なって思うわ。あ、そうだな、うん、それ舐め直せばちょっとは戻せるかもしれない。自給自足ってこの方だよ水と一緒に。まあちょっとブーツはね、私物なんでちょっと違います。ところで、なんで読んだの？いや、制服ディズニーって言っただろ。お前制服違いだしな、お前ディズニーでもねえし。ディズニーランドでしょ。ディズニーランドじゃないよ限りなく俺らが保護色なだけで。あ、そう、一応アトラクションもあるけど。いや、アトラクションどこよお前お前階段登んのかお前。あれ、あっち階段登って降りんの？降りよやだなもうだいぶ制服違いよお前本当に後期教育とかね、まあ、前期教育もやってましたからね。僕もね、後期ではね、はい、バリッバリやってましたからね。まあやってましたね。バリバリの SP やってました。 SP ね、うん、203mm 自走榴弾砲ね、うん、一緒にやってましたもんね。やっちゃう？え、くんね、やっちゃうまあ、初心に帰るから。当時の佐藤さんの役割そのままできます？もちろんですよ。できますね。バリバリですからね。ああ、わかりました、うん、じゃあね、うん、皆さん僕の動き見ててくださいよ。新隊員時代の、うん、じゃあお願いします。うん、打ち方用意。打ち方用意。玉掛け用意。玉掛け。せーの、よし、1212、よーい、よし、玉掛け、よし、アームに玉掛けた。創薬5。創薬渡した、誰か。アームの玉が装填、創薬入った。発射用意。3、2、1、バーン。よし。ふざけんなよお前なんだこれ。いや、思ってたのと違うから。いや、見てろよっつって当時やってましたからね。下の番手も大事ですけどね。弾見えました？いや、弾見えたかな、もしかしたら。弾かけてたのね当時。その勢いで言うからさ、俺打ってる方かと思ったから。そう、うん、打ってたけどね。いや、まあ、携わってたけどさ、なあ、アスリートの感じ出すなはい、終わりましたけれども、いやー、皆さんもね、たまにはね、昔の制服着てみてはいかがでしょうか。いや、だからそれ制服違いな。それじゃあまた。